今日はですね、はい、あれ今日マスクなのね。ちょっとね風邪気味なんで、うん、風邪気味、一応緊急事態宣言も出るということで、あの用心に用心を重ねてお大事にしてください、はい、はい、それではですね、今日はスペシャルゲストをお迎えしております。まあ一番身近にいるスペシャルゲストですよねそうですよ、はい、もう、はい、スペシャルも甚だしいっていうぐらいなんですけど、まあ一番身近なんですけど、はい、はい、それではじゃあまずお呼びしましょうか。はい、浜田さん、浜田さん、はい、こんにちは。こんにちは。リゴットの浜田です。今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なんて爽やかなオタクっていうか、バッグ。いやいやいや、いいですよね。ただ日差しが入ってるだけなんで。はい、いや、なんかニコットのこうドン・コルレオーネっていう感じでね、ダリオゴッドファーザー、ニコットのゴッドファーザーということで、あの後ろにはプールがあるんで、そうですよね。今度泳いに行きます。プールサイズでこうやって葉巻をしながら、はい、あのマティーニを飲んでますんで、はい、話が全然あのそれた方向にどんどん行っちゃって止まんないんですけど、はいはい、それではですね、今日はあのコルレオーネをお呼びしたので、ゴッドファーザーに、はい、はい、まずもう散々ニコットニコットっていう風にね活動もしてますし、はい、あのいろいろお話ししてますけど、まあ何でも物事は始まりがあるわけで、はい、今日はニコットの始まりというところからちょっとね、皆様に、ここはやっぱり浜さんとムーランさんは欠かせないメンバーですよね、はい、まあそう言っていただけますまあね、長いお付き合いですもんね。そうですね、はい、はい、確かに、はい、そうです。でそういう中でちょっと今日はね、まずあの浜さんっていうと、はい、あのすごいんですよ彼は、はい、あのまあプロなんですけども、いろんなものをお作りになってくれて、で、はい、ラッキーにもニコットのまず、いろんなものも作ってくださるし、ニコットというお名前もっていうところからね、ちょっとお話入りたいと思います。まずは名前の方からいきましょうかね、うん、いきましょうか、はい、あのね、それで今日調べちゃったんですよ、私ちゃんとニコットっていつ頃から何やったっけなって。そしたら2016年の3月の9日に笑顔の会という、実はニコットはねの前は九州にありますあの笑顔の会という、はい、やっぱり統計部が患者会がありまして、そこに私が入ってたんですね、でそれの関東支部という形でここで立ち上がったんです。始まったと。そうなんです、はい、これが2016年そう、はい、それで3月9日にね、はい、笑顔の会で運営委員会というのをやったんです。そうですね、ありましたね。でその時にももちろん浜さんもいらっしゃって、はい、だからあのまあタカちゃんが生まれる前かな。いや僕はもうまだ全然まだあののんびり暮らした頃ですね、はい、ですよね、はい、そうです。その頃にもこっちはせわしなくやんなきゃって、浜さんはその頃何年目ぐらいだったんですか、あのがんに罹患なされてから。ね、がんになってから3年目ですね。ああ、はい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 、はい、そうですね。それが初めての活動、患者会活動みたいな感じですか。はいはい、はい、そうです。あの前会長のマッスル清水さんと、はい、その前の年に出会って、はい、マッスルさんが活動している笑顔の会に、はい、じゃあ僕も入れてくださいということで、そこでムーランさんと出会って、まあ、そこからこうやって進んでいくわけなんですけど、はいはい、ムーランさんのあと話をちょっと。そうですね、あの頃はもう 今みたいんじゃなかったので、もういろんな喫茶店に集まって、うん、みんなでもうワイ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 やって、でも、ね、浜さんはその頃からもうきちっとなんかいろいろ書いてきてくださったりなんかしたのもすごく覚えてるんですよ。それであの、はい、ゆっこさんもいらしてね、奥様も。そうですね、そう、まあなんて素敵なご夫婦だろうと、まあ、うん、ずっと思ってきたわけですそれでその時にね、じゃあまずそのニコッといきましょうか。まず会の名前をどうするってところからもうスタートなわけですよ、うん、はい、でね、私が覚えてるのはね、多分ね浜さんがね、いろんなの作ってくれたんですよね。3つ、そうですね、でも、はい、その浜さん推しで、はい、あのニコットっていうのはどうですかみたいなのはありませんでしたっけ、おっしゃって。そうですね、はい、その確かにその通りですね、うん、あのもう喋っちゃっていいんですかね、はい、お願いします。うん、要するに笑顔の会っていうのが、うん、このニコットの前身になるわけなんで、うん、そこからちょっと発想しなきゃいけないかなと、うんうん、まあ普通笑顔というとスマイルとか、うん、そっちの方に行きがちなんで、うん、スマイルランチャーだとかそういうのもいろいろ考えてやみたんですけど、うん、いやこれはちょっとどっかにもありそうだし、
あんまり良くない、インパクトも弱いなと思ったところに、笑顔っていうと、まあ、微笑むって日本語、日本では何て言うんだろうと、あ、そういえば、笑顔って にっこりするときとか、言うよねっていうことで、あ、とかとか、じゃあ、その、にっこりするっていうことを頭に入れよう、考えようと言ったところで、この、じゃあ、なんだろう、にっこりとか、あ、なるほど、ニコルとか、うん、そういったものをいろいろ考えたんですよ、うん、でもその中で僕が一番しっくりきたのがこのニコットっていう名前で、うん、なんとなく可愛らしく感じるし、愛着がこのあるんじゃないかなと思って、ニコットが僕はいいなと思って何パターンか出したんですけど、はい、皆さんにどうですかって聞いた時に、あのスタッフのね、アンディさんが、いや鳥肌立ったって言ってくれたんですよ、この名前を聞いた時。僕それ覚えてて、あ、やっぱりこの感じる通じるものがあるのかなと思って、リコットというお名前に、しました。そうか、はい、あ、なんか思い出したな、あの時、はい、それがいいじゃないみたいな。今やもうこの名前しか考えられないっていう感じの、そうもうあの時集まってもう全員がニコットっていう感じだった。会長、僕たち安易にスマイルタイムですよ。これは見る人増えないわけですよ、本当に。ニコットタイムにします。いやいやいや、そういうことなんですよね。そうそう、思い出した、はい、でそこから名前決まると活動ってしやすいですよね。うん、もうニコットなんとかで行こうっていうことで、あの、はい、始まりました。そうしたらね、はい、もうで、まあ、そこからね、そう、これで見るとね、3ヶ月ぐらいはその笑顔の会というのやってたんですけど、そこから7月の10日にそのニコットっていう名前に決定して、はいはい、ニコットで動き出したんです。独立したっていう形ですね。独立っていうか、うん、はい、違う会として動き出した。総会みたいなのですね。そうですね。で、そこで総会っていうのもやって、はいはい、まあでもね、あの本当に思いのほかたくさんいらしたんですよね。私の感想はそうです。はい、ね、確かにそうです。あの今まで私あの活動してて、うん、いろんな人に会ったことがないってずっと言ってるじゃないですか。うん、で統計部外の方に会ったことがなかったのに、このニコットを立ち上げますよっていう話したら、まあ本当にたくさんの方、まあ、皆さんね、ブログでつながってたっていう方がたくさんいらして、そうですね、はい、そういう方がわーって、もうあれは私感動でしたね。うん、もう ますます感動もするし、いや、はい、これはもう本当にただただニコットじゃ済まないなと思って、頑張ってやんなきゃっていうことで、はい、まあでもね、皆さんのおかげで、そこからずっとその、まあ、月お茶会をやろうとか、いろんなアイデアをこういただいて、でまあそれぞれ新年会、忘年会とかもちゃんと書いてありますけども、そうですね、そういうの始まって、まあ、来たわけですね。ただまあ、はい、一応2年経って、あのまあ、マッスルさんがね、いろんなご自身がいろいろお仕事とかいろんな、まあ、諸事情もあって、それでお辞めになって、ええ、で私が、はい、まあ年功、まあそうですね、年功序列じゃないですか。浜さんやっぱり ACC もありますね。そうなんです。でその間にね、浜さんはね、うん、あのまたちょっとあの別でお話 し、ええ、していただきますけど、あの本当に ACC という会もね、うん、立ち上げてられましたからね、はい、でそれで浜さんっていうとね、そこでもっと驚くのは名前だけじゃないんですよ、はい、まずあのニコットという、はいはい、これ出したかな、これ、うん、はい、これですよね、これ、うん、で今日はね、いつもとちょっと違うのがフラッグが違いますよね、うん、あるんですけど、はい、こういうのもね、うん、ボンボン作ってきてくださるんですよ。そうなんですよね、これはみんなをまとめるこの、ね、そう、はい、何っていうあたりで ね、うん、ロゴがあるとここになんか気持ちがグッと締まるというか、いいじゃないですか。すごくわかりました。もうこういうのがあるとね、はい、本当にみんなの気持ちがすごもっと集まりますよね。そうですね。はい、今度これじゃないって。はい、あのニコットのデザイナーですよね、本当にね。デザイナーだし、はい、もう本当ですよ。なんちゃって。色使いがさ、好きなの。おしゃれなんですよね。でこれ色使いにはね、ちょっと意味があるんですよね、村さんね。うん。色使いこれはそうですね、次回のこれあの、はい、笑顔の会のモチーフがお花で言うと、村さん何でしたっけ、ひまわり。そうなんですよね。でひまわりってすごく明るくて、この元気がこれで、まあサンフラワーって言われてるじゃないですか。で太陽のようなこういうお花で、それを笑顔の会さんがモチーフにして使ってたので、やっぱり黄色は絶対に入れたいなと。そうそう
で黄色とグリーンでイメージして、うん、ああひまわりっていうのもそこに笑顔の会をここに、思わせるような形をちょっと取ったという形でそれリスペクトしてそういう形にしました。はい、その通り、もうバッチリ、もうバッチリです、はい、だけど綺麗でしょ、すごく綺麗だと思って、あの本当これ着ていくと、みんなで着ていくと、いやー何その T シャツ素敵っつって、うん、本当皆さんに言われるぐらい、もうあのデザインがおしゃれ、おしゃれですよね、はい、おしゃれ、はい、ありがとうございます。はい、はい、まあそういうことで、お時間もぴったりになってますけども、今回はまず今回はね、ともかく浜さんにニコットのお話をしていただいた、まあ今あのニコットかなりそれでも40何人かな、うん、そうですね、いますので、はい、これからもあのみんなでこの T シャツと、もうこういうものこういうものね、また出しちゃう、はい、こういうものも全部今年の7月で丸5年ですか、5年ですよね、はい、もうすぐ、もうすぐですよ、はい、だどこでもねこういうの見たら皆さんお声をかけてきてくださいよ、あニコットさんいたっていう感じで、はい、じゃあ浜さん、あの、はい、もう一回、もう一本第2弾ありますからね、第2弾ありますので、はい、よろしくお願いします、はい、はい、それではまた皆さんお楽しみに、はい、チャンネル登録グッドボタンお願いします。